平野紫耀の爽快な川遊びショットが SNS で大反響。魅力あふれる濡れ髪ショーラジトリにファン興奮興奮。最近、人気俳優であり、ジャニーズ事務所所属の平野紫耀、平野翔さんが、共演者である神宮寺ゆ太神宮寺ゆ太さんと共に、グループ、とべ、とうべに合流したことが話題となっています。しかしその後も、 彼の魅力にあふれた私生活がファンの間で話題を集めています。先日、平野志陽さんが自身の SNS を更新し、川遊びの際に撮影した字撮り写真を公開しました。この写真は、真っ青な空と白い雲が広がる大自然の中で、上半身裸で水が滴る濡れ髪のショットです。この投稿に対して、ファンからは、色気だだ漏れ、濡れ髪最高。 といった賞賛のコメントが相次ぎ、わずか1日で、いいね。が110万件を超えコメントが3万件以上も寄せられるなど大きな反響を呼んでいます。この川遊びショットが投稿されると、ファンたちはその爽快な表情と魅力的な姿に釘付けになったようです。 特に、濡れ髪が彼によく似合っているという声が多く、一部のファンは冗談めかして、この川の水、天然水として販売予定はありますか売ってくれ。といったコメントを寄せています。また、平野紫耀さんの笑顔や表情に癒されるファンも多いようで、くんからマイナスイオン代放出してます。など、 彼の存在が癒やしとなっているという感想も参見されます。さらに一部のファンからは彼のヒゲにも注目する声が寄せられています。うっすらおヒゲもよく似合っているおヒゲがセクシーすぎるよといったコメントが並んでいます。平野耀さんが日常の中で見せる様々な表情やスタイルがファンの心をつかんで話さないようです。 ただし、一部のファンは平野紫耀さんの濡れ髪上裸の自撮りに対して衝撃で死ぬかと思ったから迂かに見たら心臓を止まる画像を色気だだ漏れくんは心臓に悪いといったコメントを投稿していますいます。彼の魅力があまりにも強烈なため、心臓に負担をかけてしまうほどとの声もあるようです。 この投稿をきっかけに、SNS 上では平野耀さんのファン同士が交流し、彼の魅力について熱く議論する場が形成されています。また、フォロワー数も非常に多く、現在のフォロワー数はなんと337万人にも上ります。彼の人気は非常に高く、これからもますます多くのファンが彼の魅力に引き込まれることでしょう。 最後に、平野耀さんのこれからの活躍に期待が高まるとともに、彼の SNS がファンとのコミュニケーションの場となっていることがわかりました。ファンにとっては彼の日常を垣間見ることができる貴重な機会となっており、平野さんの日常、無料でいいんですか疑問符最高すぎる、というコメントが彼の魅力を物語っています。 平野志洋さんの今後の投稿にも期待し、彼の活躍と成長を見守っていきたいと思います。彼の魅力がさらに多くの人々に伝わることで、ますます多くのファンが増えることでしょう。つ